こんにちは、リンド東京のみゆです。今日は、モデルさんを使って、私が普段サロンワークでやっているブリーチテクニックや、あとはあれですね、仕上がり自体はちょっとホワイトミルクティー、ほぼホワイトに近いような色味で、仕上がりさせてもらって、でちょっとデザイン顔周りに入れて遊びを入れながらやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日のモデルさんですね。毛先はもうね、多分ね3回ブリーチぐらいの履歴があって、でちょうど多分 1.5 から2ヶ月の間ぐらいのリタッチ周期で、今日はちょっとここリタッチして、毛先に若干そのベージュ入れてた残留があるんで、そこはちょっと今日明るくしようかなと思います。根元も多分今がちょうどベストな感じで、あれなんで、でちょっと今日前処理からスタートしていきます。ここオイルからつけます。お客さんが染みないためにっていうのもあるんですけど、リタッチするときにそのスライスとかがすごい大事になってくるんで、保護オイルとかをつけると綺麗にピタって分かれてくれるんで、なんかそういう面でも絶対つけた方が操作性が良くなると思います。じゃあ頭皮の保護オイル塗り終わったんで、ちょっとこれで今から前処理していきます。私の専属アシスタントのサリちゃんです。PPT と今日は CMC を使ってやっていきます。で前処理なんですけど、毛先伸ばさない時とかはこのリタッチの中間のところにつけてやるみたいな、ここですね。こういう感じでいつもはつけてやるんですけど、今日はちょっと毛先まで突然して伸ばそうかなと思ってるんで、もう全体につけちゃいます。でその PPT と CMC をつけるときというか、まあ、つけるんですけど、これなんか両方つけるのがやっぱ一番よくて、そのCMC ってそのくっつけてくれる力みたいな、こういう力があるんですけど、そもそもなんかその例えば骨がないと皮膚って何だろう、存在しないというか、だからその骨組みをしっかりさせてくれるっていうのがこの PPT で、その表面の皮膚が CMC と思ってもらえると多分一番分かりやすいんですけど、そういう感じで使うんで、まあ、両方つけるのが一番いい。でリタッチ塗るときに本当に一番大事なのって本当にブロッキングなんで、もうこういう状態とかはもう絶対にやめた方がいいです。綺麗にどんだけ分けて綺麗な状態でできるかっていう、髪の毛なんで、髪の毛ってやっぱそのぴったり分けないと絶対こう髪がクロスしてジグザグになっちゃうんで、そうなるとやっぱ髪自体に髪が犠牲になる髪の毛が出てきちゃうんで、それをなくすためにもブロッキングは、初めのブロッキングは本当に綺麗に取ってください。これで今前処理終わってブロッキングしてる状態です。で今からちょっともうリタッチからスタートしていきます。塗っていきます。なんか塗るときちゃんとこの真横に髪の毛を引っ張ってくるっていう、ちょっとこういう風に斜めとかになってると絶対リタッチってはみ出ちゃうんで、必ず真横に向けるで、イヤー2でブロッキング分けて、はじめちょっと縁取りからで、前髪ある子は前髪だけでこうやってブロッキングしてあげると、リタッチするときに髪が落ちてくる心配がないんで、初めに私は先に前髪は前髪で分けちゃいます。で上から順番にやっていきます。
ドレスはもう絶対まっすぐ綺麗に引っ張るっていうのと、できるだけ薄め、私はなんか2ミリぐらい、2、3ミリぐらいの感覚でいつもリタッチのスライスを取ります。1タッチ目とか2タッチ目塗るときもそうなんですけど、絶対コーミングしてから塗って、コーミングして髪の毛の毛流れ整えてから塗ります。これしないと、さっき言ってたように、初めのスライス、あのブロッキングを分けたときと同じで、ここの毛流れがまっすぐになってないことによって、あの絶対はみ出てくるところが絶対出てくるんで、そこをなくすために全部きれいに取る、毛流れも全部きれいにするっていう。でまあ、一緒に塗ってもらう方とか、私はサリちゃんが専属なんで全部伝えてあるんであれなんですけど、一緒に塗ってもらう人とかにも必ずその自分のリタッチする時のこだわりは必ず伝えるだったりとか、なんかそういうことをしたりすると、結構そのリタッチの塗布の、なんだろう、技術のムラ、技術の差とかがそこまで出なくなるんで、なんかそういうのは意識してやるとよりいいかも。でもここからネープから下も見えないんで、下に、下から上に、下から上にこうやって塗ってあげると、下から上にするときってコーミングできないんで、ちょっと甘めにリタッチ塗って、最後あのチェックのときに綺麗に塗るっていうのをしてあげると、はみ出ない。で、サイドいきます。リタッチどうしたら早く塗れますかとかいろいろ聞くんですけど、完全に多分リタッチの早い遅いは、まあ、そのやってる量とかもあるとは思うんですけど、あとはそのあれですね、髪の毛に薬を置く時のタッチ数ですごい変わってくるかなと思うんで、それがやっぱりどうしても多いと、こうやって何回も何回も塗ってると、普通に冷静に考えて、あれですよね、もうそれだけで必ず絶対遅くはなっちゃうんで、工程が多いと絶対遅くなるんで、もう3タッチしか塗らないとか、そういうのを決めてやると結構早くなります。
私このリタッチの後の引き出す髪の角度とかもすごい気にしてて、必ずまっすぐ真上に上がるように引き出すようにしてます。これが例えばこうやったりこうなったりすると、それだけで髪の毛がこう絶対どっちかにずれちゃって、その両端が絶対伸びるんで、そこは結構こだわりでやってるかもしれない。もう塗ったそのままの位置で上げるみたいな。ブリーチのレシピは、根元が、6%、普通の、ファイバーガードのブリーチ剤に 6%、1.8 倍ですね。で基本的にはそのメーカーさん推奨の、オキシの倍数で塗るのが一番いいんですけど、その時 そのリタッチ幅だったりとか、私結構その操作性でそのオキシとかを結構変えることが多いんで、2倍だとなんかちょっと緩いなって感じるんで、私は 1.8 ですね。で今日は毛先は、毛先も伸ばすんですけど、毛先は、普通のファイバープレックスのブリーチ剤に、3倍でいきます。このブリーチ毛に対しての、 そのシュワルツコフさんのブリーチって本当にめちゃくちゃ良くて、髪切れないしめっちゃ綺麗にリュートするみたいな。でクレイブリーチでいこうかなと思ったんですけど、今日はちょっとよりバッと明るくして営業ベースでちょっといこうかなと思ったんで、今回はそれでいきます。でもこのメイドはあれですね、リタッチはもう絶対ペーパーです。ペーパー必須。今からチェックしていきます。ペーパーを使う理由は、まあ、そのあれですね、髪をブリーチを伸ばさない、伸びないようにそこで止めるっていうのと、あとその中間のリフト力が綺麗に明るくなってくれるんで、それでペーパーは使います。でもやっぱ主にはペーパー使わないと、このメイドまで行くと絶対その伸びたところがホワイトラインできちゃうんで、そこの断毛を防ぐために絶対ペーパーするっていう。であとはなんかそのリタッチ塗ってる時に結構なんかもう髪をこうやって持ってくれるスタッフさんが、ね、いたら持ってもらうのが一番なんですけど、やっぱその営業中とか、ね、どうしてもそんな人余ってないこととかの方が多かったりするんで、そういう時一人で塗る時この髪どうしようってなるんですけど、私ダッカルで留めるのあんまり好きじゃなくて、だから私はこういう感じで髪をこう引っ張って親指で髪をぐっと上げて、こういう感じで塗るとめちゃ塗りやすくなるんで、で女性って手めっちゃちっちゃいんで、私もすごいちっちゃいんですけど、なんか手ちっちゃい方これめっちゃむずいんですけど、ここの幅があそこまで広くなかったら全然これもできるんで、あとは慣れですね、慣れで全然いけるんで、こうすると多分めっちゃ一人でも超早く塗れると思います。ただこのなんか指のこの長さでこのイヤー2を分けてあげると、ここで持てる幅が決まるんで、これより例えば広かったりとかすると髪が溢れちゃって、左右にこうギュッとサイドの薬が何だろう、真ん中に合わさる集合しちゃうんで、幅はそれぐらいで決めてますね、いつも。
とはもうペーパーをここに置いて髪の毛を向こうに置くかですね。イタチのそのチェックの時にスライス太い方とかも結構いるんですけど、太いとせっかく一発目塗った髪が濡れてない、真ん中が間が濡れてないみたいなことがあるんで、こうなんか髪持った時に後ろにこういう風に何か物が透ける状態ぐらいのスライス幅でやると、あの裏も表も綺麗にしっかり塗れてるっていう感じなんで、そういう基準にしてもらえると。あともう少しで塗り終わります。これでリタッチは全部塗り終わりました。全部ペーパーして、で、今からちょっと放置時間だいたい20分ぐらい時間を置いてラップして、で毛先ちょっとブリーチ剤をつけていこうかなと思います。はい、じゃあこれで根元を今20分時間経ったんで、毛先ちょっと今日は伸ばすので毛先塗っていこうと思います。今からちょっと毛先はブリーチに、3%、3倍でちょっと塗っていきます。で毛先塗るときはもうあんまりコーミングはせずにいって、できるだけその摩擦のダメージとかそういうのは最小限で。塗布量のポイントはできるだけ均一に塗るっていう、そのなんかやっぱ塗布量のムラがあるとブリーチって絶対ムラになるんで、そこは必ずもう絶対守ってもらって、上から下まで同じ塗布量で、逆になんか毛先だけ外したいなって時とかは毛先だけ薄めに塗ることとかも全然あります。やっぱしっかりその髪自体がブリーチ剤、お薬で包まれていないと、オンカラーの時もそうなんですけど、やっぱちゃんとリフト均一にしないんで、ちゃんと塗る。ブリーチ毛じゃない人とかめっちゃタップタップで塗ります私。
見るだけじゃ何も習得できないんで、もう実際に実践してどんだけやるかだと思うんで、なんかそれこそデザイン、あのワインディングするときとかも巻けば巻くほど速くなるし、やればやるほど上手くなると思うんですけど、美容の技術って全部どれも同じだと思うんで、やっていくうちに、あ、こうやって巻いたら速くなるなとか気づけたりとか、あ、ここにこれあったらいいんだとかっていうのが分かると思うんで、ブリーチもやっぱ実際同じで、それを数をこなすっていうのがすごい大事かなって。でそこから多分数こなしてやっと多分自分が分からないことっていうのがどんどん出てくるんで、そうですね、しっかりやりきる、いろいろやる、数をやるっていうのがすごい大事だと思います。で両方の手でも塗るみたいな、こっちでもこうやってなじませながら、こっちでハケでみたいな感じでやってあげるとなじみやすくなる。結構残留とかあったら普通に毛先 6% で伸ばしたりもします。ピンク赤の残留はやっぱそのピンクとか赤系ってすごい粒子が細かいんで、粒子が細かい分やっぱなんかその色は落ちてるように見えるけど、実際ブリーチするとめっちゃ浮き上がってくるんですよ。でも多分1回するのって入っちゃうと本当に全然取れないで、そっち系の残留が一番大変ですね。逆に青とかは全然取れるんで余裕なんですけど、暖色ピンクオレンジ赤そっち系が結構あれです。カラー剤でいくとで、これで今塗り終わったんで、今から5分放置して、もう流します。これで5分時間経ったんでちょっとチェックしていきます。めっちゃ綺麗に抜けてるんで、これでもうシャンプーいきます。これで今グッバイイエロー、シャルツコフのあれですね、シャンプーグッバイイエローと普通のシャンプーを5倍ぐらいで薄めたやつを今ちょっと毛先に揉み込んで、若干その残留、まだその取り切れてない残留、黄ばみをシャンプーで取るって感じですね。どっちかっていうとちょっと濃いめなんで、ムラシャン自体がこういうなんかベースがかなり抜けてる状態の人とかだと本当に薄めながら、結構薄めて使ってあげるとめっちゃ綺麗に取れるんで。でも今回完全に白く飛ばしきるっていうよりは若干ちょっと黄ばみ残す感じでいくので5倍ぐらいで薄めてます。でも白を、黄色みを完全に飛ばす時とかだと本当に3倍ぐらいとかで薄めてあげるといい感じに抜けるんで、単品使いはあんまりしないですね。はい、これで、今シャンプー台から上がってきた状態で、シャンプー台で先ほどお伝えしたあのグッバイイエローで、今回は黄ばみ飛ばして、それが今回そのオンカラーみたいな感じになります。で今からちょっと顔周りに
デザインカラーを入れて遊びを入れようかなって思ってます。ちょっと入れていきます。それでは塗っていきます。でデザイン塗るときは私も根元開けます。リタッチ部分は開けます。なんでかっていうとリタッチ部分って甘めにブリーチで抜いてるんで甘めな分そこに残っちゃうんですよね。だからもうあえて根元は外して変に残留しないように塗ります。まあ、でもなんかそれもお客さんに伝えてからやるっていう、お客さんが根元から言ってくださいって言われたらします。でもなんかその時のやっぱデメリットとかも伝えます。どんだけ残るよとかそれもしっかり伝えた上でのって感じですね。で今日使ったカラー剤が、ブラウンのところがニュートラルの、4番4レベルのお薬ですね。で単品で 3% 等倍で、作ってるのとピンクのところがローズクリアに対してローズを 10% で、PYR を 5% でオキシ 1.5% の等倍でいってます。でこれ 1.5% に 3% でもいいんですけどちょっとピンク系で流れるか流れないかっていうのが不安だったんで 1.5% で今回はオキシはいきました。結構やっぱ色が流行ってますね最近は。本当にそれはすごい大阪でも感じます。色味系が流行ってきたなみたいな。去年まではなんかそれこそなんだろうミルクティーとかがすごい流行ってたんですけど最近は色味が来てますね。ミントグリーンピンクとか。こういうデザイン入れるときはこういうなんかハイライトペーパー系を使ってあげるとお客さんも見てて楽しいんで見栄え的にもいいなっていう。だからあえてアルミじゃなくてこっちでいくみたいな。正直もうなんかねここ隠れたら何でもいいんですけどカバーできたらラップとかでも。でもやっぱお客さんも楽しませるっていうのも美容師の仕事だと思うんで。色の組み合わせのおすすめは私結構なんかその服ファッションとかから結構その色の組み合わせのインスピレーションを受けることがすごい多くて例えば、まあ、ブレスレットの配色だったりとかブランドのああいうのって多分めっちゃデザイナーさんが考えての配色だと思うんでめっちゃ綺麗にやっぱ並びとかがなってるんでそういうのを見たりしてあこれとこれ合うんだみたいなじゃあこれとこれ着たら合うんだなとかを考えながら結構やってますね。
前髪はね、もう根元からギリギリらへんから切ります。前髪は2枚です。これでデザインカラーが終了です。で、今からちょっと時間、今10分ぐらいですね、時間置いて最後流していこうかなと思います。これで今シャンプーとドライと全部終わって、デザインカラーが終わった状態ですね。今回ちょっと前にこうデザインを入れて、後ろは入れてないんですけど、その前だけにまあ入れる理由としては、一番お客さんが見えるところっていうのと、あんまりそのデザインを入れすぎて残って取りにくい場所には入れないっていうのを私やってるんで、あとはその髪結んだ時とかにも、この前のやつがこう綺麗に出てくるように可愛くなるようにしてます。で、後ろをちょっと見てほしくて、こんな感じで、さっき見てもらった時、根元ちょっと甘めでいきますみたいな感じで言ってたんですけど、根元甘いけどドライヤーすると全然やっぱ気にならないんですよね、こうやって乾かしてると。よく見ると根元2センチに 1.5 ぐらいのところがちょっとやっぱ黄色いんですけど、乾かしちゃうとそこまで気にならないんで、あえても根元は黄色みで残してるって感じです。めっちゃ綺麗に仕上がりました、本当にすごいな。やっぱこんな感じです。でこれも今何もつけてない状態でこのまとまり具合なんで、ファイバープレックスオイルっていうのがあって、それをつけてドライヤーしたんですけど、それが本当にめちゃくちゃ良くて、普通のスタイリング剤のオイルとかって結構なんかちょっと色味が入って、着色黄色味とかが入っていることがあったりするんですけど、そのオイルが本当に色味が全く入ってない無色のオイルなんで、そのハイトーンのカラーをした時に色味が沈まない、色が入らない感じで、本当に仕上がりがこのままの状態で上がってくれるんで、めっちゃ良かったです。で、それをつけて乾かして今って感じです。で、ここからちょっと最後にスタイリングで可愛く巻いていこうと思います。で、この子ウルフ、顔周りウルフなんですけど、このデザインカラーはウルフだからこそ可愛くなるようなデザインカラーのやり方なんで、普通のまあ切りっぱなしとかに入れても可愛いのは可愛いんですけど、こういう出方がないんで、できるだけそのまあ、ちょっと顔周り切らしてもらうとかやってあげるとよりいいかもしれないです。ちょっと巻いていきます。巻くとよりこのデザインしたところがいい感じに出てくれるんで、これがいい。デザインカラーした時やっぱ巻いたら結構可愛いですね。あとはその前をピンで留めるとか、アレンジしてもめっちゃ可愛いんで。しかも今までのインナーとかってよりは本当に部分に入れてるんで、なんかドンって色が入ってるってよりは全体的に色味が散らばってる感じで、より動きが出てめっちゃ可愛く見えます。今日は抜きっぱなしに近い感じのホワイトブロンドみたいな感じなんですけど、ベージュ作る時に結構なんか補色でラベンダーとかで結構その補色に使うことがあったりすると思うんですけど、あれするとめっちゃ寒色に振っちゃうんで、私は基本的にオレンジとかピンクでそれをやることが多いですね。それするとめっちゃ本当に女の子が好きなミルクティーベージュになる。で、中にピンクとブラウンとホワイトで、一番下のところスライス薄めで撮ってたんで、ここにもインナーは
染めてないところがあるっていう。で4色みたいな、4層になってるのかな。スタイリング剤は、使いたいやつ使うのが一番です。お客さんがなりたい質感に合わせてとか、カットした質感に合わせてやってあげるって。ウェットの方が好きなんだったらウェットでいくし、ドライな質感が好きな方だったらドライな質感でいくし、カットした時にドライの質感の方がおしゃれに決まるんだったらもうドライでいくしみたいな。最近は結構なんかウェットよりもドライな質感の方がおしゃれなのかなって思いながら、今日は、これで仕上がり小手巻きもすべて終了です。で、その今日やったデザインカラーとかは明日からでもお客様にすごいご提案しやすいものかなと思うので、少しでも皆様のお役に立てればなと思います。で、ちょっと最後にモデルさんの仕上がりをちょっと見ていただこうかなと思います。じゃあ仕上がりを見ていただきましょう。